今週も楽しくおしゃれに。さあ今回2回目の GD オープン参加となりました。はい、参加するゴルジュはこちらの4名です。おはようございます。おはようございます。さあ今回参加ということで、はい、今日はもう皆さんあの存分に楽しんで、ね、ラウンドしてもらえればと思います。はい、それでは GD オープン頑張るぞ。おー、サガロイヤルゴルフクラブは平成元年にオープンし31年を迎えております。コースはアップダウンが少なくフラットなコースとなっており、コース間のインターバルも短くラウンドしやすいコース設計となっております。まずは10番江崎さんのティーショット。おー、ナイスショー。まあちょっと球上がりましたけどね、悪くないですよ。スタートの最初のショットっていうのはね、誰もが失敗したくないっていうのがあるんですけど、はい、続いて平井さん。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、右は大丈夫。うん、いいミスの仕方ですね。なるほど、いいミスの仕方、うん、セカンドショットは全然狙えると思いますね。うん、寺岡さんの4打目。うまい、うまい、上手に打ったね。おお、ナイス。これを沈めてパー発進。さあ平井ちゃんですが、これは、うん、転がしていきたい。11番平井さんの4打目。柔らかくいい感じで打ちましたよ。うまいうまい。あー、ナイス、上手に打ちましたね。寺岡さんのバーディートライ。ナイスバーディ ー, バ ー, ディー。さあバーディーも飛び出しましたが、いかがでしたか、うん、そうですね、はい、みんなやっぱりあのゴルジョのレッスンの時とはちょっと表情もまた違って、うん、また残りのホールもまだちょっとありますから ね、 ですね。しっかり頑張ってほしいと思います。 GD オープン来週引き続きお送りすると、はい、はい、お楽しみに。それではゴルジョ、また来週。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。